どうも、枝豆です。今回は、最近ね、鼻からスイムアドベースどうやってやるのっていうことめっちゃ聞かれるんで、それについて答えていこうと思います。でね、結論言ってしまいます。これは、口からスイムアドベースと何一つ変わりません。空気が入ってくるところが鼻に変わってるだけでございます。でね、これを聞いた皆さんもね、思ったことがあると思います。口からスイムアドベースができるようになった状態で鼻から吸えばできるようになるんじゃないのって。ノー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 、バカ言っちゃいけない。これはどういうことかっていうと、体感してもらいたいんだけど、口から出す引き声と鼻から出す引き声って全く違うんですよね、感覚。実際ね、やってみてもらいたいんですけど、それくらい別物でございます。ただやってることは変わりません。一緒です。まあなんでね、ここでね、するべき練習ってもう一つなんですよ。まあ、それは何かっていうと、口からインワードベースをまず出して、でそこから徐々に徐々に口を閉じていくんだけど、鼻呼吸に移行していくんですよね。そうすれば鼻からスインワードベースが勝手に出来上がるよっていう、そういうわけでございます。これをひたすら練習してください。でね、ビートボックスを始めたての俺がね、こういう類の質問疑問もね、結構持つタイプだったのでね、どういう方々が質問しに来てるのかっていうのが分かるんですけども、このあとね、そういう方々に向けて、次回からこういう考えを持つと、こういう類の質問疑問が一切問題にならなくなるよっていう話をしていくのでね、興味ある方は見ていってください。はい、でね、話していくんですけど、多くの方がここでブラウザバックしたと思います。でね、今ね、実際残って見てくれてる方はもうね、素晴らしい、本当に素晴らしい。でね、今からね、こういう技を覚える時の根本的な話っていうのをしていくんですけど、今回の動画ではね、鼻から吸ってインワードベースを出すにはどうしたらいいのかっていうことに対して、口で吸いながら徐々に鼻に移行していったら鳴らせるよっていう、まあ、解決策をね、俺は提案させてもらったんだけど、まあ、これってどういう成り行きでね、この解決方法が生まれたかっていうと、音が鳴っている場所の感覚はそのままにしながら、鼻から息を通して鳴らすにはどうしたらいいのかっていうことを考えると、まあ、この解決方法に至るんですよね。で、これからね、何が言いたいのかっていうと、自分がね、習得しそうできた技に関して、これからどうやって活用していこうっていう場面において、また例えばインワードベースだったら、長く出したいとか、鼻から出したいとか、高いインワードベースを出すにはどうしたらいいのかとか、こういうものを自分で考えてみるんですよ。まあ、だから例えば高いインワードベースを出すんだったら、吸いながら高い音を出せるものってなんだろう、あ、引き声だなとかさ、長くインワードベースに出すにはどうしたらいいんだろうと思ったら、あ、じゃあこれからコツコツ1秒でも長く出す練習をしようとかさ、こういう解決方法が意外と出てくるわけで、この解決方法を自分で探すっていう癖がつくと、技一つ覚えたら何でもできるようになるんですよ。いろんな活用方法が生み出せるし、覚えた技をすぐに自分のビートに取り入れることもできるし、これはね、本当やってください。こういう風にね、自分で解決策を探すっていうことをしてないとどういうことが起こるのかっていうと、まあ、結構想像たやすいと思うんですけど、こういうね、ボイス系の技、まあ、例えばボイス系って今回限っちゃうんだけど、まあ、インワードベースの他にもチェストベースとかなんかいろいろあると思うんだけど、こういうのに当たった時に毎回同じことを疑問に思うんですよ。え、長く出すにはどうしたらいいの、高いの出すにはどうしたらいいのとか、え、声を混ぜるにはどうしたらいいのとか。でもさ、これってさ、一個さ、自分で頑張って解決策を出したものがあったら、あ、この技ももしかしたらこれでやったらうまくいくんじゃねっていうのが自分の中で出来上がるじゃん。でもこうなれば何の技にでも対応できるわけよ。で、そうすると何が起こるかっていうと、一つの講座から学べることがめちゃめちゃ増えるんだよね。これマジで面白いんで、頑張ってこういう考え方をね、身につけていただければ、皆さんのね、技の習得にも、かなり役立ってくれると思うので、頑張ってみてください。はい、ということで今回の動画以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。